ニール・ブロム・カンプは南アフリカ共和国出身の映画監督、脚本家、ヨハネスブルクで生まれる。18歳の時に家族と共にバンクーバーへ移住。若年期から映画を作り続けて、制作も過去のものからのリスペクトが多い。2009年に SF 映画第9地区を監督し、工業的に成功を収め、アカデミー作品賞にノミネート。 自身もアカデミー脚色賞にノミネートされた。日本のアニメや漫画が大好きで白正宗、押井守、荒牧真嗣、伊藤長達が影響を受けた人物であることを公言している。2015年2月18日、エイリアン5の脚本の執筆を引き受けたと明らかにし、エイリアン3とエイリアン4の存在をなかったことにして、物語を展開させる予定だとも述べていたが、 同年10月に自身のツイッターでエイリアンは一旦中止だよと発言し計画が保留になったことを明かした。2017年5月1日リドリー・スコットがブロムカンプ版エイリアン5が企画倒れになったと発言した。自らのスタジオとなる大津スタジオを立ち上げ、2017年より YouTube 上で作品の公開を行っている。ありがとうございます。